第48回全国戦没者追悼式全国戦没者追悼式は日本国政府の主催で1952年以後、行われる式典。1965年以降は東京都千代田区の日本武道館で毎年8月15日に行われる第二次世界大戦の日本人戦没者に対して宗教的に忠実な形で行われる追悼式。第一回の追悼式は 1952年5月2日に新宿御苑で実施された。全国戦没者追悼式は1952年4月8日の閣議決定により、同年5月2日に新宿御苑で昭和天皇皇順皇后の隣席の下で行われたのが最初である。第2回は1959年3月28日にやや変則的に実施され、 その後1963年に、日比谷公会堂で8月15日に、1964年には、靖国神社で8月15日に開催。翌1965年から、日本武道館にて8月15日に行われるようになり、現在に至っている。追悼の対象は、第二次世界大戦で戦死した、旧日本軍軍人、軍属、約230万人と、 空襲や原子爆弾投下等で死亡した一般市民約80万人の日本人戦没者計約310万人である。式場正面には全国戦没者の例と書かれた白木きの木柱が置かれる。式典は政府主催で事務は厚生労働省社会援護局が行う。現在は東京都千代田区の日本武道館で開かれる。 式典開始は午前11時51分、所要時間は約1時間である。全員が起立をして、正午の時報を合図で1分間の黙祷を捧げる。式典には、天皇、皇后、三権の長である内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、各政党代表、及び地方公共団体代表が参列する。また、 日本遺族会等関係団体の代表者、経済団体、労働団体、報道機関の代表者、日本学術会議会長、日本宗教連盟理事長などを招くほか、各都道府県遺族代表、一般戦災死没者遺族代表、原爆死没者遺族代表らを国費で参列させている。 2007年の参列者数は約5200名の遺族参列者と遺族以外のものを合わせて約6000名。2019年、同年5月1日に即位した天皇と皇后が初めて出席した。上皇明仁、上皇后、美智子の臨席のもと、式辞を読む内閣総理大臣、福田康夫2008年8月15日開式天皇。 皇后両陛下五臨場国家、清少式寺内閣総理大臣目頭天皇陛下のお言葉追悼の自衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、戦没者遺族代表天皇皇后両陛下、ご退場喧下閉式1952年4月8日に閣議決定された全国戦没者追悼式の実施に関する件によれば、平和条約の発行による独立に際し、 国をを挙げて戦没者を追悼すするるたために実施するとされた1982年4月13日に閣議決定された戦没者を追悼し平和を記念する日についてによれば先の大戦において亡くなられた方々を追悼し平和を記念するため戦没者を追悼し平和を記念する日を設けてその期日を8月15日としこの日に政府は 昭和38年以降毎年実施している全国戦没者追悼式を別紙の通り引き続き実施するものとしている。別紙全国戦没者追悼式の実施についての内容は以下の通り。全国戦没者追悼式は天皇皇后両陛下のご臨席を仰いで毎年8月15日、日本武道館において実施する。本式典における戦没者の範囲及び、 式典の形式は1981年の式典と同様とする。本式典には全国から遺族代表を国費により参列させる。式典当日は、官が当国立の施設には反旗を掲げることとし、地方公共団体等に対しても同様の措置を取るよう賞するとともに、本式典中の一定時刻において全国民が一斉に黙祷するよう賞する。 1952年5月2日、第1回全国戦没者追悼式テレビ放送では、NHK が総合テレビ、BS1、国際放送の NHK ワールド TV、ラジオでは、NHK ラジオ第一放送と NHK ワールドラジオ日本で、当日の11時50分から、天皇のお言葉まで中継し、12時5分に終了する。NHK は式典に、 NHK 時計で技術協力を行っており、会場で流される正午の時報を提供している。これは2012年3月11日の東日本大震災1周年追悼式でも使用され、発生時刻の14時46分に合わせて時報を流し、黙祷の合図を行っていた。一方、民放局については、 すべてのニュース系列において、生放送では、式典の中継はせず、正午前の定時ニュースにて取材 VTR と、会場からの生中継のみに止まっている。そのため、ニュース系列のニュース専門チャンネルのニュース内の枠、インターネット動画配信プラットフォーム、アベマヌズにて、動画制配信を行っている。また、2010年代から、インターネット制配信を、 複数のプラットフォームでも実施しており、ニコニコ生放送公式とザページの YouTube ライブ配信を行っている。2020年は前日の厚生労働省の公式 YouTube チャンネルからもライブ配信を実施した。ありがとうございます。